STV のリモコン操作方法を説明します。まず STV の電源を入れてください。テレビの電源を入れてください。地上 BS、BS4K、CATV のうちご覧になりたい放送のボタンを選択します。続いてチャンネルを変える作業です。3桁入力を押すと画面に3桁の番号入力画面が表示されます。視聴したいチャンネル番号3桁に合わせリモコンの数字ボタンを3つ押します。例えば530チャンネルファミリー劇場を見る場合、5と3と0は10を押します。またチャンネルはチャンネルボタンの上下でも順送りに選曲ができます。このほか番組を選択するには番組表から選択することもできます。方向ボタンで見たい番組を選び、決定ボタンを押し、視聴するを選択して決定ボタンを押してください。